鹿児島県西之表島下島で進む自衛隊基地整備について、防衛省は9月13日、8月末時点の工事関係者数が1520人と明らかにした。ピークの来年2月には、工事関係者の数が馬毛島に約4000人、種子島に約2000人が見込まれると県議会で報告された。今回浜毛島のイメージ図と着工後の現状を詳しく深掘りしていきますね。今は、すべての材料で価格高騰、しかも離島へ運ぶとなると結構な出費ですよね。オスプレイで運びながら訓練とならないかな。結構猛スピードで運べるかも。今年の2月1日時点の工事関係者数は510人だったのが、8月末の内訳は、種子島の宿泊施設に160人、賃貸物件300人、仮設宿舎520人、自宅などに140人とされている。県や西之表市が、宿泊施設の不足などへの対策を防衛省に求めている仲間、下島の仮設宿舎は現在400室で、10月頃までに約570室に増やす予定である。防衛省によると、8月からは、飛行場関連施設付近の森林伐採に加え、造成工事、基礎工事のほか、港湾施設の基礎や本体工事、馬毛島に3000室超えの仮設宿舎の建設も進めている状況だ。鹿児島県知事の塩田康一氏は、13日の県議会で、地元の懸念事項を踏まえ、宿泊先確保やゴミ焼却施設の早急な設置を要望している。また、国や地元市長と緊密に連携し、住民の安心安全が確保されるよう取り組むと答弁した。県の報告によると、1月の基地本体工事着工後は、県と地元1市2町の担当者による連絡会を、8月までに4度開催するということであったが、知事が、設置の考えを示していた首長レベルでの協議会は開いていません。13日の県議会では、10月7日に開幕する健常者の特別国民大会鹿児島国体や、特別全国障害者スポーツ大会鹿児島大会を盛り上げようと、県当局や県会議員らが大会のロゴなどが入ったポロシャツを着て出席していた。代表質問で、県当局は西之表市の馬毛島基地整備において、8月末で、種子島に1120人、馬毛島に400人の合計1520人の工事関係者が滞在していると報告した。そして、基地工事がピークを迎える2024年2月には、工事関係者の数が、種子島も含めて、最大で6000人となる見通しで、馬毛島には、3000室を超える仮設宿舎が建設される計画となっている。西之表市の人口は 1.4 万人となっていることから、ピーク時には2万人に達することになり、お祭り並みの大にぎわいになるでしょう。これは、まさに国から受けた特需と言っても間違いありません。西之表市として経済的に稼ぐチャンスであり、受け入れ業者を呼び込み、夜のお仕事も入れてしまえば、かなりの活性化になる。これだけ増えるのは建設期間中の2027年までであるが、基地が運用を開始してからは、200名程度の隊員、その家族や関係者等で、1000人前後の出入りもあるため、ビジネスを考えている方は、今すぐにでも入っていくべきでしょう。基地の対岸の町として、これから、新たな発展の可能性が膨らむ唯一の島となる可能性も十分に考えられる。2024年から、沖縄在留米軍の5000人規模のグアム撤退が始まるため、日本が日米安保に寄りかかり、安心していた時期は過ぎることになる。そこに残った防衛施設は重要目標ともなり、米軍が抜けたところが敵国の狙い目になることも視野に入れて、防衛力を高めなければいけません。あくまでも、この移転は、在日アメリカ軍の再編に伴うものとされており、2012年に合意された在沖縄海兵隊の一部の移転先となったグアムでは、くしくも、日本が移設費用を大きく負担する形で、アメリカ海兵隊は、2023年1月26日木、グアム島で建設中だった新基地、キャンプブラズの開設式典を実施し、
西太平洋における戦略的な作戦基地として活動を開始したと発表した。グアムへの移転に関しては、沖縄の基地負担軽減を図る目的として示された再編実施のための日米ロードマップにおいて、日普天間基地の移設、返還、2在沖海兵隊のグアム移転、3嘉手納南の土地返還という3つを結びつけて計画されている。このキャンプブラズは、70年ぶりに新設された海兵隊基地 MCB であり、この移転計画に関しては、2012年の日米政府間における2国間協定で合意していたが、グアム移転と嘉手納南の土地返還については、普天間基地の移設、返還から切り離されて考えられているのだ。それがゆえに、日本も建設費用を拠出しており、総事業費86億ドル、約1兆320億円のうち、最大31億ドル、約3720億円を負担すると政府が発表している。防衛当局の説明によると、グアムに海兵隊の基地が初めて開設されたのは1899年のことで、その後は1941年12月の太平洋戦争開戦まで、海兵隊はグアムに常駐していたとある。そして、日米戦が勃発したことにより、12月10日に日本が占領し、同地のアメリカ軍部隊が降伏したことで、一時アメリカ海兵隊不在となっていた。しかし、1944年7月下旬に、アメリカがグアムを奪還するために進軍し、1945年8月には、日本の無条件降伏で戦争が終了してしまい、グアムの海兵隊基地は再開されることになり、西太平洋の拠点として約半世紀にわたり運用され続けていた。その後、東西冷戦の終結と旧ソ連の崩壊によって、1992年に同海兵隊基地は閉鎖されていたため、このキャンプブラズの開設は、グアム島における3度目の海兵隊基地活性化になると記されている。このキャンプブラズは、2024年完成予定ということで、現在も工事が続いている中、式典そのものは、島中部の太平洋国立歴史公園において、グアム巡州トップのルー・レオン・ゲレロ知事や海兵隊司令官をはじめとする日米両関係者が列席して執り行われた。なお、キャンプブラズ自体は、島北部のアンダーセン空軍基地に隣接する場所に置かれており、基地名の由来は、先住民族であるチャモロ族出身で、元海兵隊員のビセンテ・トマス・ガリード・ブラズ海兵隊随将から付けられている。この方は、第二次世界大戦中に、母国グアムの解放に関与した第9海兵連隊の司令官に任命された。退役後は、アメリカの下院議員となり、軍務委員会、資源委員会、外務委員会にも参加しており、退役軍人の利益の確保に努めたほか、日本占領下のグアム人の戦争被害に対する賠償制度の整備に尽力した。グアムの政治的地位を改善すべく、州への昇格を目指すべきとの主張を行っていた方である。このグアム島を守るためにも、日本領海を守らなければならないことは、アメリカも重々に認識しているはずだが、トランプ政権時に、インド太平洋政策として日米強固な守備、尖閣からフィリピンまでの第一、第二列島線は、米軍が必ず守ると、明言した公約を、30年も早く解除して公表している。しかも、バイデン政権においては、戦争を煽りながらウクライナ支援をして、多くの軍備品を送り、現状軍備品不足の様子で、今後の同盟国守備は不透明となっているのだ。世界銀行によると、日本の信用上によるウクライナへの融資の実質的な保証額が最大6850億円になると明らかにされていたが、ウクライナへの支払いができなければ日本が全負担しなければならない状況である。アメリカのバイデン政権に ATM として使われていると言われても過言ではありません。真心の標榜に戦争とは敵を騙すことによって成り立つという有名な説があるが、平和ボケした日本は大丈夫なのかと思われても仕方がない。そして、9月13日の内閣改造によって新たに就任した木原稔防衛大臣は、初の閣議後に開いた会見において、南西諸島の防衛体制強化は、喫緊の課題とした上で、
アメリカ軍の訓練移転に向けた鹿児島県西之表市の馬毛島で進む航空自衛隊の基地整備について、一刻も早い整備が極めて重要とする認識を示した。また、馬毛島の現地視察については、今後、検討していきたいと述べており、日本の防衛を新たに担うことになった木原防衛大臣の今後の動向にも注目していきたい。